願いします。呼び込みで、はい、いっぱいなんかいろいろやるけど飲むね。試されるみたいになる。で台本通りやんないから。あ、ユージと友和の声優コレクション。イエーイ。道谷さん大変です。何が。今日のゲストはすごいですよ、うん、すごい、はい、ついに満を持しての。満を持しちゃった。はい、はい、もう本当国宝級の声優さんです。国宝、はいはい、それではお呼びしましょう。本日のゲストは山寺宏一さんです。よろしくお願いします。夜だけどおーはー、今やってないけど山ちゃんこと山寺宏一です。よろしくお願いします。どうぞおかけください。出にくいわ本当にお願いしますよ。本当に人気実力、はい、もう誰でもみんな知っている声優さんですけれども、2017年に放送されました人気声優200人が本気で選んだ声優総選挙ではなんと第1位と。いや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 、もっともっとお願いしますよいや嬉しいですよね。何が起こったのかと思ったからね。あの声優さんが選んだっていうところがまたいいですよね。組織票じゃねえかとかね、いろんな噂がねなんか裏で事務所が手回したんじゃねえかとか、選挙区の5位だったんだよ。そうなんです、まあ、僕はちょっとドラえもんとのいろいろ兼ね合いがありましてそうするとなんかいろいろテレ朝が忖度したみたいじゃないか。ないんですよね、ちゃんとした。ないです。シャラシュタピンシャバ。国民的アニメからハリウッドスターまであらゆるキャラクターを演じてきた山寺さんにはこちらの企画に挑戦していただきたいと思います。はい、題して瞬時にキャラを使い分けろフラッシュキャラ編。イエイ。もう本当にアニメ洋画もう問わずいろんな役を演じてる山寺さんなんで、うん、そのキャラを瞬時に使い分けていただこうという企画でございますこれ毎回あのゲストにいらっしゃった方に大変ですよね。はい、やっていただいてるんですけど今回はすごいですよ。もう今まではだいたい3役4役っていうのが多かったですけど、そうそうそう、もうとんでもない数の役を。ちょっとキャラクターの一覧をご覧ください。もう有名な役ばっかりですよね。だってさ、うん、アンパンマンだけでさ、はい、4つのキャラクターやってんだよ。いや本当ですよね、うん、年々増えてるんですよね役がこれはすごいですよ。見応えありますよ今日は。それでは山寺宏一さんによるフラッシュキャラ編です。お願いします。俺はここで水をまくことしかできない。だが君には君にしかできない君にならできることがあるはずだ。お腹空いたよアンパンマン、助けて私はインターポールの銭形があります。逮捕だルペン。くらえ獅子方向弾。うわあら、これ水かぶってお豚になっちゃったよ。アンパンマン、新しい顔だよ。いつか必ずいたずらの王者になってみせるぜ一志の志。さてパーティータイムだ。デトロント死刑のアクセルフォーリーだぜ今週のびっくりドッキリ目から発進。わおカマカマドンドンカマドンドン、おたずなこのオラの仮面性いずまうめど。スモーケン決めたぜ。あーすごい、これはお見事ですね。一生懸命やりました一生懸命やってました、はい、二重丸を差し上げましょう。ありがとうございますでも今仮面してる時に三谷さんにあのカツ丼まで入ってきてほしかったいつも一緒にやってますからそうやっぱりなんて言うんだろう、息遣いと声帯がちょっと人と違うんじゃないかな。うん、低い声からある程度高いところまでスムーズに移行できるから、はいはい、だからやっぱりちょっと声帯が違うのかもね。まあ変態なんでしょうねやっぱり。声帯じゃ変態で、おいでもなんかね出し方間違ってるってボイトレの先生に言われて最近。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でもその間違ってることがいろんな声を生んでいるじゃない。すごいですよね、ここまでベテランになってからまだ気づきとね、なんか修行が違ってたみたいなんだもん。違ってた、しょうがないか違って間違ってたのシャダシャダシュドゥタピンシャバ。アニメで初めて現場に出たっていうの覚えてますか。覚えてますよもちろん。ちなみに何ていうさ、メガゾーン23というね、はい、OVA オリジナルビデオアニメーション
これ僕も出てたんだよね。で、そうですね。主役をやった久保田正人君っていうのが、はい、僕の教え子の、そうなんです。第1期生の子だったの。ね。ただいつの間にかワクワクさんになっちゃった。そうですよ。ワクワクさんよ。ワクワクさんが主役やってらっしゃったんですか。そうそう。僕と同い年で、やっぱり一緒に初めて、オーディションで初めてのアニメで、彼は主役やって、そうそうそう。で、お互い頑張ろうねって言ったの覚えてる。あ、そうなんですね。ただね、いつの間にかワクワクさんになっちゃってね。ワクワクさんになって。あれ、アルバイトとかはしてましたよ。ね、うなぎ屋さん。あ、そうです。三ツ矢さん、さすが。そうなんですよ。何でも知ってますね。知ってるじゃん。何でも知ってる。何でも知ってますね。いろいろ話してます。そういう関係なの。実はね、4畳半でね、1万7500円でした。安い。え、僕4畳半の時1万円だったよ。1万円ですか。そう。うわー。70年ぐらい前でしたっけ。何の前じゃないでしょ。いくつなんですか、今。ちょっと、ね、行き過ぎかな、今。行き過ぎかなって、そりゃそうですよ。70になってないんですか。でそんな下積みをずっと積んで、はい、ターニングポイントになった作品なんですけれども、ターニングポイント、はい、それはですね、はい、やはりあのアニメのアラジン、あ、これはもう、ね、ご覧になってる皆さんも、やっぱディズニー作品なので、うん、やはり影響がっていうかね、いろんな人に見たよって言っていただいて、うん、ディズニー大きいもんね、はい、そうですね、だってこんなにディズニーのキャラクターやってる先生いないんじゃないですか、うん、そうです ね、 ね意外と世界的にもあんまりいないんじゃないかな、そうですよね、何役ぐらいやってるんですか、全部でディズニー10いくつ、うん、やらせていただいてますよ、三ツ矢さんも、三ツ矢さんもやってます、いっぱいやってます、三ツ矢さんね、はい、僕一作も出たことないんですけど、ディズニーの作品に、やっぱりあれはね、素行とかね、そういう性格とかそういうものとか発言とかね、あ、なるほど、そうか、うん、ちょっと山寺さんと三ツ矢さんが言ってもらえますか、ディズニーに、びっくりですね、じゃあ今度言っとく、言ってください、三ツ矢さん言えば、何とか言っとく、三ツ矢さん言えば、竹内俊介くんに対してもなんかジェラシー燃やしてるって聞いたんですけど、あ、竹内くんね、はい、あのオラフをね、はい、アナ雪で、はい、オラフをね、あの引き継ぎましたね、引き継いだ、うんうん、あの時もあのことが起きた時に、はい、ちょっとニュース見て、あれ大変なことになってると、オラフ変わんのか、おっとと思って、おっとアナ雪おいしいぞと思って、ちょうど僕が実写のGにやってる時だったんで、はいはい、ディズニーの人にやりましょうかみたいな、ね、やりましょうか、僕モノマネ番組でオラフやったことあるんですよね、大好きで、ちょっと聞いてもらってもいいですかなんてちょっと言ったんです、ああなんて、そうなんですよ、大変なの、もうね、なんていつ来るかなと思ったら一切これ来ずに、はいはい、竹内くんっていう若手の人になりましたって、そうなんですよ、まだめっちゃ若いですよ竹内くん、どんなのつって、はい、で聞いてみたらめっちゃうまい、そうなんですよ、でオラフにぴったりだし、前の方にも似てなくもないし、うん、歌が抜群にうまい、うん、しかもイケメン、そうすごい、どうするよ、イケメンじゃないですか三ツ矢さん、三ツ矢さん超イケメン声優の走りですよ、そうですよ、イケジジイシンジ君、カジって本当にすまんな転校生、あの役ではオーディション受けてなくて、作品もね、こんなになってなかったかもしれないしね、あら、あら、あら、いやー